い、どうもこんにちは、グッドカラーチャンネルのゼミタです。ということで今回は2021年7月にフルモデルチェンジを行ったトヨタ新型アクア、こちらのエクステリアとインテリアを詳しくチェックしていきたいと思います。ハイブリッド専用車のアクアは2011年に初代が登場し、これまでに180万台以上を販売してきました。そして近年では珍しい約10年の長いライフサイクルを経てついにフルモデルチェンジとなりましたから、今日は内外装の進化をたっぷり見ていこうと思います。お借りしたのはトップグレードの Z、 車両価格は240万円で、駆動方式は FF、 ボディカラーはプラチナホワイトパールで、先進安全装備がパッケージになった約18万円のオプションを装着しています。パワートレインは今回も 1.5 リッターのハイブリッドのみ、ただし最新ハイブリッドシステムを搭載するほか、新開発のニッケル水素電池も採用しています。プラットフォームや足回りも変わっていて、いくつも注目点があるので、走行性能に関わるお話は次回の試乗編でしたいと思います。なおアクアで初めて四駆が設定されたのもポイント、降雪地域に住んでる方にとっては朗報ですね。ではまず新型アクアのエクステリアを見ていきましょう。フロントマスクはシンプルかつかなり大胆なデザインになりました。特にフロントグリルのインパクトは抜群です。まるで歯を食いしばったような、そんな印象でもありますが、コンパクトカーの中では最もビッグなグリルかもしれません。もう一つ目を引くアイテムはヘッドライト、吊り目でボリューミーな形状は先代を彷彿とさせます。またヤリスも同様に斜めにカットした衣装でしたから、ブランドとしての統一性も感じますね。正直顔つきの好みははっきり分かれるとは思います。ただし個人的には結構好きで、エッジの少ない造形ともちっとしたバンパーサイドのデザインが愛らしいんですよね。どこかフィット4のような雰囲気もあって、丸顔好きには受けがいいかもしれません。質感をチェックすると、グリルガーニッシュはピアノブラック塗装になっています。これは Z グレードだけの表現になりますのでご注意ください。そしてモールについてはペールゴールド塗装で、一般的なメッキパーツとは異なっていました。こちらは G グレード以上の加色となります。 Z グレードのヘッドライトはバイビーム方式のフル LED、 さらにフォグライトも LED となっています。機能としてはデイライトを備えるほか、ポジションランプとターンシグナルを反転して光らすダブルファンクション方式を採用。しかも内側の細かいラインまで光るのがいいですよね。開発陣のこだわりを感じる一品でした。ですが未だにオートマチックハイビームにとどまっているのは残念なポイント。コストはかかると思いますが、コンパクトクラスにもそろそろアダプティブハイビームシステムを導入してほしいですね。お次はサイドに回って、ボディサイズは全長 4050mm、 全幅 1695mm、 そして前高は 1485mm となっています。先代に比べて長さや幅を変えていないのは好印象。しかしホイールベースを伸ばして居住性や走行性能の改善を図っているのが新型の特徴になります。デザインに関しては伸びやかでスタイリッシュな印象、そこには様々な要素が織り交ざっていて、例えばフロントドアから前方エリアで作り出すティアドロップ形状、ヤリスのデザインにも共通する前傾姿勢を描いています。そして連続性のある A ピラーとルーフラインによって美しいワンモーションフォルムを実現しています。そのまま後ろを見ていくと、今度は空に向かって跳ね上がるような造形になっていますよね。ベルトラインとキャラクターラインの両方をキックアップして爽快な印象を与えるとともに、普遍的なサイドビューの脱却にも一役買っていました。ピラーガーニッシュの質感は無塗装ブラックになっています。黒のボディカラーを選択した場合のみツヤありブラックになりますが、ヤリス、フィットは同様に無塗装ブラックなので、これは仕方ありません。 Z グレードの足元には15インチのアルミホイールを装着、ヤリスと違って最初からアルミが入っているのはいいですね。しかしデザインは決してかっこいいとは言えないので、見た目を重視するなら切削後期仕上げの16インチがおすすめ。金額も4万円弱と安いので、私なら間違いなく装着します。リアの造形は横に大きく張り出したバンパーデザインが目を引きます。5ナンバーサイズに収まっているのが不思議なほど足元はマッシブでたくましい印象を受けますね。またルーフスポイラーとリアバンパーの形状によってスポーティーな雰囲気も醸し出しています。そして縦長コンビランプはやはりアクアの象徴でもありますよね。もちろん新型になって一生は変えてあるんですが、一目見るだけで同じ社名であるっていうことはすぐにわかるはず。これなら先代オーナーさんも違和感なく乗り換えることができそうです。
なおリアの質感は意外と樹脂パーツが少なく好印象。特にバンパーロアブがボディ同色になっていますから、ヤリスやノートよりは質感高いです。テールライトはウインカーを除いてフル LED、 ヤリスの Z グレードは完全なフル LED だったので少し残念に感じます。あと注意したいのは Z グレードとそれ以外のグレードでライトの衣装が異なること。美しい面発光のポジションランプは Z の特権になります。そしてバックランプはバンパー埋め込みタイプで一灯式、ライセンスランプは2灯式で LED を使ってありました。続いては新型アクアのインテリアを全席からチェックしていきましょう。まずドアトリムを見ていくと、この辺りはねヤリス同様にハートプラが使われてます。ただしこのアームレストはソフトパッド入ってますよね。さらにこのオーナメントの加色に関しては結構大きいパネルでピアノブラックの加色が入ってます。でドアポケットは正直あまり広くないです。でシートに関しては今回合成比較パッケージが入ってないので、この上級ファブリックのスタンダードなシートになってます。これ2種類あるので注意してください。でも個人的には6万円出しても、まあ、合皮とファブリックのシートにした方が質感はさらに上がるかなとは思います。今回のアクアはこのサイドサポートが結構大きく出てますから、横方向のサポート性も従来に比べると上がってます。あとシートの厚みも個人的にはちょっとこっちの方が増してるかなという印象はあります。さらに言うと合成比較パッケージつけると、これ運転席はシックスウェイのパワーシートになるんですよ。だからここはヤリスと結構大きな違いが出てます。でね、足元見るとこれも最初にお伝えしますよ、足踏み式のパーキングブレーキになってます。これ全グレード足踏み式です。これはちょっとね最新モデルだったらもう電動パーキングブレーキ入れてほしかったなと思います。これ結構残念に思う方非常に多いと思うんですよ。特にこのアクアってやっぱり街乗りで使う方本当多いと思います。そういう時にブレーキホールドっていう機能があるとめちゃめちゃ快適性上がるので、これはねコストの削減なのかちょっとそのあたり定かではないですけども、まあ出たばっかで本当申し訳ないですけど、これはねちょっと電動パーキングブレーキに年次改良か何かで、変えてほしいなと思います。ステアリングに関してはこれ本革が使われています。触り心地は、まあ、引っかかりもなくてスムースな印象です。でスイッチデザインに関してはヤリスと同様の感じになっていて、さらにこういう加色なんかも似てますよね。ただしこの新型アクアの Z グレードにはスモーキーブロンズ塗装っていうちょっと変わった名称の色が使われています。例えばこのスティアリング部分の加色であったり、さらにはこのインパネのあたりですよね、このあたりをこう囲っているパネルに関してもこれがスモーキーブロンズの塗装となっています。まあ、見た目はブロンズというよりもちょっとシルバーのガンメタのような印象ですね。で質感はやっぱりねここはしっかりあの加色が入ってますから高いなという印象はあります。ちなみに合成比較パッケージをつけるとここのダッシュパネルのソフトパッドもブルーに変更されます。あとドアトリムのアームレストも青色になるということで実は若干変わってますね。メーターに関しては真ん中に 4.2 インチの TFT の液晶メーターが入って、左右にデジタル表示があるということで、まあ、一応のフル液晶になってます。ただしマップ表示なんかはできません。でデザインに関してはこれまあアクアで初採用かなと思うんですけども、まあ、見た目のその色使いとかはやっぱりヤリス同様にいいものがあります。パッと見た時にやっぱりドライブモードが何に入ってるかとか、あとは速度がどうなってるかっていうのは一目で分かりますから、まあ、この辺りはやっぱりシティユースメインで使う車ならではの視認性の高さがあります。で中央の表示に関しては手元のスイッチを触ることによってこのように切り替えることができます。そして目線を上にやるとじゃじゃーん、カラーのヘッドアップディスプレイが入ってます。しかもガラス投影型です。ただしこの Z グレードだけのオプションになってますから、そのあたりはご注意ください。でこれもやっぱり注目ですよね。今回の Z グレードには 10.5 インチのディスプレイオーディオが標準装備になっています。このね縦方向の分厚さだから 12.3 インチの
ハリアーとかミライとかクラウンのディスプレイよりも正直こう見た時のインパクトはめちゃめちゃ大きいです。とはいえ先にこれちょっと運転士会の話をしますけども、やっぱりねこうちょっと縦方向に飛び出してますから、まっすぐ向いていてもここがね若干視界に入ってくるんですよ。まあ運転のこの着座ポジションによると思いますけど、個人的には少しちょっと邪魔かなという印象も否めません。あとこれディスプレイオーディオですから、ナビキットっていうのを装着しないと通常のあのナビゲーションは使えないので、そこもご注意ください。で操作感に関してはここはまあ従来のトヨタ車通りかなと思います。まあ基本エアコンはオートで使うっていう方が多いと思いますから、この温度調整だけできればいいよっていう感じかなとは思います。なので風量調整する場合はこのモニターで触るしかないということになってますけど、まあまあ全然これはいいかなと思います。でここの操作感に関してはこれもね好印象です。何がいいかっていうと、回した時にしっかり接度感があるんですよ。 0.5 度上げることによってこう一つずつこうカチッカチッとあのしっかり止まってくれますから、この辺りの触った時のフィーリングなんかもすごくいいです。ただしこちらの音量調整ダイヤルに関してはその細かい切りはなくて、こうシームレスに回るタイプになってます。そしてエアコンにはナノイー X が搭載されています。これ従来からナノイーっていうのがあって、 OH ラジカルを含む微粒子イオンっていうのを放出していたんですよ。ただしナノイー X になってそれらが約10倍放出されると、除菌消臭効果っていうのがさらにこう高まってるらしいです。そしてその下にあるのは電気式のシフトノブです。これねプリウスとかよりも形状もちょっと一新されていて、さらにここにサテンメッキの褐色入ってますよね。だから質感はね高いです。左側にあるスイッチはこれがトヨタチームメイトアドバンストパークと呼ばれる、いわゆる自動駐車機能になります。ヤリスの時ってアクセルとブレーキとステアリング操作してくれたじゃないですか。でもアクアの場合はこれ電気式のシフト採用してますから、シフトチェンジまで自動で行ってくれます。あとは試乗編の時に詳しくお伝えしますけども、ドライブモードにパワープラスっていうモードが入ったんですよ。でこれね快感ペダルっていう名前だったと思います。いわゆるノートとかで採用されているワンペダルドライブ、あれがこのアクアにも似たような感じで入ったんですよ。今までのトヨタ車の THS2 を組み合わせているハイブリッドモデルって、まあ減速は回生ブレーキでするんですけど、そうは言ってもペダル離しただけではそんなに減速 G っていうのは出なかったんですよ。ですがパワープラスモードにして快感ペダルを使うことによって従来の減速 G の約2倍発生するそうです。だからさらにこう街中でのペダルの踏み替え頻度を抑えられるということで、まあこの辺りはやっぱりシティユースメインで使う車ならではの配慮がされてるかなと思いました。でもそうだったらやっぱりこれ足踏みのパーキングブレーキはないですよね。そしてこの新型アクアにはこのような形でパノラミックビューモニターも採用されてます。しかもトヨタチームメイトのアドバンストパークをつけるとこのシースルービュー機能もついてきますから、この辺りはヤリスと少し差別化がされてます。まあこういう周囲の安全確認は非常にしやすいですよね。しかもこれオーナーさんめちゃめちゃ嬉しいと思うんですけど、設定画面でボディカラー選択できるんですよ。だから自分が買った車のボディカラーにしてこのパノラミックビューモニターを使えるということで、ちょっとこの辺りはオーナーさんの心をくすぐるポイントじゃないかなと思いますね。あとはこのように上から見下ろす映像ももちろん確認できます。さらに言うと通常の左サイドだけを見たりとかそういうこともできますから、利便性は変わらずということになっています。収納性に関してはこのような形で、まずセンターコンソールはカップホルダーが2口ついてます。そして奥にあるのはちょっとした小物スペースで、ここにシャッターがついてます。で奥を見ると USB ポートが2つついてますよね。でこれねトヨタ車でおそらくこれ初採用だと思います。 Type C の USB ポートに一口なってますね。で充電用なんですけど、まあ、これはまあ形変わるのはいいとして、さらにここリッド閉めた時に若干ここに空間があるんですよ。これなぜかというと、ここにスマホ一応置けるようになってるんですよね。でスマホを置いた状態で
じゃあ充電しようと思った時にここが完全に密閉されていたら線入らないじゃないですか。でも間を設けることによってシャッターを閉めてスマホを置いてもそのまま充電ができるという、そういう配慮もされてます。これもナイスです。あともう一つ言わなければいけないのが、このね合成比較パッケージをつけるとスティアリングヒーターとシートヒーターもつくんですよ。しかもお値段なんと6万円です。これは絶対つけた方がいいですね。センターメンストに関しては合皮が使われています。さらにこうサイドにはステッチも綺麗に入っていると。で中のスペースに関しては横方向はそこまで広くないです。ただし深さは結構ありますから、まあ、収納性はそれなりに高いかなと思います。イオン対策用の不織布もしっかり敷かれてますね。でここにシガーソケットが設けてあります。ダンパー機能付きで中は取説が2冊程度だったら入るスペースということになってますね。ミラーに関してはフレームありの防炎は手動タイプになってます。ルームランプはこれもねヤリスと若干形状変わってますし、ヤリスって LED だったんですけどちょっとねメルセデス風のアンバー色だったんですよ。でも今回の新型アクアに関しては完全にホワイトですね。白色の LED が使われてます。そしてバイザーに関してはミラー、チケットホルダー、そして照明が入ってます。ただし照明に関しては豆球になってます。では続いては後席見ていきましょう。まあ、後ろはねさすがにちょっと質感高いっていう表現はできないです。というのもこの辺りハードプラ変わってませんけども、アームレストもこれハードプラになるんですよ。だから個人的には Z グレードっていう上級モデルだったらここはソフトパッドにしてほしかったなと思います。でスピーカーはしっかり入ってます。でシートに関してはこのような形で上級ファブリックの、まあ、若干こういうなんか模様が入ってるのが特徴かなとは思います。でヘッドクリアランスに関しては拳がだいたい2個半程度ということで、この辺りのヘッドクリアランスもしっかり確保されています。じゃあ実際に乗っていきましょう。はい、そうするとまず気づくのが足元空間の広さ。運転席は身長175センチの私のポジションに調整してます。その状態で2ルームはだいたい3つ程度となってます。これだけやっぱり広くできたっていうのは、実はボディサイズは変えてないんですけど、ただホイールベースを50ミリ伸ばしてるんです。だからこれだけの後ろの後席の居住性も上げてるということらしいんですけど、確かに先代よりも広いなという印象はあります。じゃあライバルに比べてどうかというと、やっぱりねフィットの広さには勝てないです。あれは確か拳4つ程度取れましたから相当広いんですよ。だからまあクラスで言うとノートと同等レベルの広さかなとは思います。でも膝裏の接している面積の部分が結構反発力もありますし、角度も適正な感じで膝がそんなにこうチューブラリーにならない感じがあって、これは結構いいかなと思います。大人がまあ3人横並びで座るっていうのはちょっときついですけど、全然でも2人だったら余裕で座れますし、この足元のフラット感もいいかなと思います。ちなみにつま先もしっかり入りますから、ここも問題ないです。あーでもちょっと気づいたところとしては、若干シートバックの傾斜角がこう垂直に寄ってますね。だからこれねリクライニングできたら最高ですね。ちょっとこの状態では背中が結構起きてるかなという印象を今感じました。開放感に関しては前方向は通常のハッチバック車同様に結構大きく取ってあります。ただしアクアの特徴としてリアドアが結構こう鋭く開きますよね。だからここで CHR 同様にキックアップしてるんですけど、ここでもしかしたら閉塞感を感じる方がいるかもしれません。ということで機能面を見ていきましょう。シートバックポケットはないですね。これグレードによって別々なんですけども、 Z グレードは装備できません。でここにあるのは USB かと思いきや、実は AC100V の 1500W のコンセントになります。これねアクア全車標準装備らしいんですよ。
ヤリスでは確か4万円程度のオプションだったので、これは結構ねお得感あります。しかもハイブリッド車ですから1500ワットまで使えるっていう、結構何でもかんでもいけちゃうくらいのワット数がありますよね。しかもアースもしっかりついてます。そして中央にはセンターアームレストがついてます。これも大型タイプでしっかり左右から腕置けます。そしてカップホルダーも横並びで2つありますね。ルームランプに関しては後ろは豆球ですね。ではラストにラゲージスペースを見ていきましょう。ラゲージスペースはこのようになっています。まず間口は結構大きいです。あとこのバックドアの開閉する高さ、これがかなり上まで跳ね上がってくれますから、全然こう成人男性175センチの私が普通に立っても当たらないくらいのハイトがあります。荷物の出し入れはしやすそうな印象ですね。で実際に収納スペース見るとこのような形で、これもどうでしょう、若干広くなってるのかな。あとアクアのポイントとしては結構ここの段差も大きいですね。まあでも欲を言うとすれば若干このライトユニットが内側に出っ張ってますから、そういう意味ではこの辺りの横方向の広さはちょっと絞られてるのかなという印象はまあまあありますね。でも実用性は問題ないレベルの空間です。で機能面に関してはここにラゲージ照明が入っていて、これは豆球になってます。あとここに出っ張りがあるんですけど、これは4駆モデルだとアジャスタブルデッキボードが入っていて、ここにボードが置けるんですよ。だからそういう意味で2段調整ができるということになってます。でこの下に関しては若干スペースがあります。でアクアに関してはスペアタイヤのオプションもありますけども、標準装備はこのような形でタイヤのパンク修理キットになってます。ですからその場合であればこの発泡スチロールの中に小物はしまえるということですね。では鉱石を倒していきましょう。アクアに関しては6対4の分割加糖式になってます。でシートを倒すと、まあ、空間はやっぱりコンパクト化の中でも結構広いですから、それなりに長さは取れます。ただ個人的にはこの段差はちょっと気になりますね。これがだから4駆モデルでデッキボードを上の段にセットしてやると、おそらくここがフラットになるんですよね。まあそれが2駆モデルでもディーラーオプションであれば問題ないんですけど、ただそれが用意されていないとなると、ちょっとここの段差っていうのは気になる方いそうですね。まあシートバックの傾斜も若干あります。ただそれよりもやっぱりこれでもどうでしょうね、10センチ程度かな、結構ねガタンとこう L 字に起きてますから、ここがね少し気になるところではありました。じゃあ気になる試乗編行きたいと思います。ナンバーついたら乗らせてもらおうかなと思いますので、ぜひそちらもご覧ください。というわけでトヨタ新型アクアエクステリアインテリア編は以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされてみてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。